はい、それでは今度は AJ ビデオシステムさん、アスクさんのブースですね、に参りました。バンドメさんに来ていただきました。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。サヨン、発売して、ちょっと経ってますけども、いよいよ日本でもこの間 NAB で発表されました、はい、トライサヨンという企画がなんかスタートしたということで、はい、ちょっと概要を説明してみていただけますでしょうか。はい、今年のあと4月の NAB の時に、アメリカ、カナダを中心に100台のサイオンを用意して、トライサイオンという、デモツアーをやりますと、デモの貸し出しをやりますということでスタートした時に、日本でもぜひやってくれということを、直々にお願いをしまして、日本でも今度この7月ぐらいからですね、順次スタートをしていくことになりました。で、いろんなクリエイターさんの方使ってみたいとか、いろんな要望がありますので、その要望に一つでも多く応えられるようにと思って今、台数の確保をしつつ、皆さんと今、申し込みいただいた方と調整させていただいて、今やっているところでございます。日本では、実際いつから開始っていうのはあったんですか。ちょっと今回九州放送機でここに来てしまったので、実際開けた来週以降ぐらいから、具体的に貸し出しをスタートしようというふうに思っています。もう具体的にそういうなんか作品的なそういう企画のオファーっていうのは、はい、要は自主的な映画みたいなものとか、あとはプロモーションみたいなやつとか、あとは実験のテストをしたいとか、さまざまな分野にわたるんですけど、たくさんの方に今いただいております。で今回九州放送機店の、ブースなんですけども、こちらの方に、JJ さんの、ブースはあるんですけれども、こちらにちょうど目の前がカメラコーナーがあって、ここにちょっと巨大なレンズがついた珍しい作用があるなと思って、ちょっとこれは今回何をやってるのか説明してみていただけますでしょうか。一つはですね、アイキャッチみたいな意味合いも込めて、サイオンでもこんなことができるぞっていうのを、一人でも多くの方に、特にサイオン実は関東ばっかでお見せする場しかなかったので、実は九州地区初っていうこともあったので、なんとか皆さんの目に留まっていただこうと思いまして、こういう形で、ちょっと放送スタイルですね、ビルドアップのユニットつけて、箱レンズつけて、ちょっとアイキャッチ的にちょっとバカでかくなっちゃいましたけど、皆さんに知ってもらうための一環として、こういうただ放送でもいけるんじゃないかなっていう僕の中の確信があったので、ちょっとこういう展示をさせてもらいました。なんか NAB でもスタジオ IPX アンペリエンスでしたっけ、コーナーではサイオンをなんか4台使って、こういう特にスタジオ撮影みたいなものに使ってて、僕も非常にね、なんかもしかするとサイオンこういう方がなんかいいんじゃないかなって思えるような絵が出てて、なんかシネマカメラっていうなんかイメージありますけど、実はこっちも結構使えるなっていうイメージあるんですけど、多分絵作りというかカメラの元々のその発色っていうかですね、それが非常になんとかね、日本人好みっていうわけじゃないのかもしれないですけど、すごく僕的にも好きな絵で、多分素直な発色をしてるからじゃないかなと思うんですけど。なるほどね。うん、今回なんかここから光ファイバーでまた出してみたいなプロテックさんのねあれがついてますけれども、一応プロテックさんの方で、4K の入力をさせてもらったやつを、通常の光のケーブルで伝送してさせていただいて、それをさらに、AJ のファイドゥってコンバーターがあるんですけど、それにまた光に変換をして、また違うところに伝送しているというのを今やってます。なんかね、これでちょっとサイオンのまた違うね側面みたいなのが見つけていただけるといいですね。そうですね、映画とかコマーシャルとかを皆さんやってる方はもちろんなんですけど、ぜひね、放送とかそういう業務に携わってらっしゃる方にもぜひちょっと見てもらいたいですし、使ってもらいたいなと思ってますので、何かあればお声掛けいただければと思っております。まずはね、そのトライサイオンでちょっと、試してみるというのもあるでしょうし、名前の通りトライサイオンなんで、もうぜひトライをしてもらいたいなと、そういうふうに思っております。ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、AJ さんのブースからお届けしました。どうもありがとうございました。